はい、森友学園を購入して NHK をぶっ壊す。はい、NHK から国民を守ると参議院議員の浜田聡です。今回の動画では財務省の幹部のですね、特に官僚側の幹部の人をですね、あくまで簡単になんですけど見てみようと思います。なぜこれをするのかと言いますと、私は参議院では財政金融委員会というところに所属しております。で、この財政金融委員会で、担当となる省庁が、省庁であったり機関がですね、財務省であったり金融庁であったりですね、あるいは日銀であったり、するわけなんですけど、やっぱり中心になってくるのが財務省になってきます。はい。で、もう一つの理由が、それはですね、NHK から国民を守る党の党首の立花孝志がですね、森友学園を購入しようという計画を発表しているわけでですね、詳細については立花孝志党首の動画を見てもらえればと思います。その動画ね、リンクについては動画説明欄の方に貼っておきますが、やっぱり森友学園はですね、一応現在は国有財産という扱いになっておりまして、で、それは財務省の理財局が担当するわけなんですね。そういう意味で、一つはですね、私が財政金融委員会所属であること、もう一つは森友学園購入にあたって、理財局と、いろいろ交渉をすることになるとも思いますので、この機会に、財務省の幹部の人事について勉強してみようという意味合いも込めて、今回のような動画を作りました。ちょっとですね、画面の方を少し切り替えます。ブラウザの画面を出しますね。はい。今出ているのがですね、2時間でわかる政治経済のルールということで、倉山充さんが書かれた書籍になります。以前の動画でも少し紹介させていただいたんですけど、本当に2時間で、読めて、非常によくまとまって、おります。私みたいにですね、政治経験の浅い人間にとって、こんな大事なことを知らなかったなっていうことをですね、たくさん書かれてありまして、本当に2時間でよくまとまって、読めるくらいによくまとまって書いてあるなという本でしたので、もしよければですね、読んでおられない方でですね、政治についてあまり詳しくないけど、この機会に知っておきたいという方は、おすすめいたします。はい。で、この本にですね、まず書いてあったことで、まず興味を惹かれたのが、財務省のトップが実は誰であるのかということなんですね。多くの方がもしかするとね、そんなの麻生財務大臣に決まってるだろうと思われるかもしれませんが、この本にはそういう常識を覆すようなことが書いてありまして、それをちょっと読み上げますと、財務省のトップは形式的には大臣ですが、本気でそんなことを信じている財務官僚など一人もいませんと、いうことが書いてあって、で、さらに、じゃあトップは誰なのかということなんですけど、官僚のトップであり、実質的なトップは事務次官ですということが書いてあります。で、ここで事務次官って誰なのかということを財務省のページをちょっと参照にして確認してみますとですね、これはですね、財務省のウェブサイトからたどっていけるんですけど、財務省幹部名簿というものになります。で、上からですね、財務大臣、副大臣、大臣政務官と、あるんですけど、大臣、副大臣、大臣政務官、この合わせて5人が、国会議員になろうかと思います。で、その下ですね、事務次官が、官僚のトップということになりまして、現在は岡本茂明さんになります。はい。で、
あとですね、まあ、財務省の組織をというものをちょっと見てみるんですけど、まあ、ここに図がありまして、まあ、いろいろとね、書かれてはいるんですけど、まあ、その中で財務省の本省の内部部局が、なんていうかね、財務省の運営をの中心を担っているのかなと思います。まあ、こっちの下の方も一応見てみますか。はい。あ、ちょっと失礼。で、内部省、あ、失礼。で、本省内部部局ですね。こちらに、財務大臣であったり事務次官とあるんですけど、まあ、それ以外に、5つの局があって、それプラス大臣官房ですね。があります。で、まあ、この大臣官房と、あと5つの局について、にはですね、この財務省の仕事というページに、まあ、それぞれどういう仕事をしているのかというのが、まあ、書いて、あります。で、ここではですね、この5つの局ですね、主計局、主税局、関税局、理財局、国際局のですね、まあ、序列というところを見てみようと思います。まあ、この序列についてもですね、2時間でわかる政治経済のルールを、まあ、参考に、してみようと思います。はい。で、まあ、1番はですね、序列の、まあ、第1位にはですね、主計局になります。まあ、主計局っていうのはもう予算を、まあ、作るところでですね、まあ、その先ほど紹介した2時間でわかる政治経済のルールという本によりますと、断トツの権力とのようです。まあ、結局ですね、まあ、政治家の、まあ、力というところはですね、どれだけ予算引っ張ってこれるかというところで、まあ、力であったり実力であるというのがまあ決まるわけなんですけど、まあ、それをその予算を決めるというのがまあ主計局の仕事なので、まあ、やっぱり主計局にまあ権力非常に強いというのは納得できるかなと思います。まあ、そうですね、一括りに財務省といっても主計局とその他の差は歴然、とのことです。はい。で、まあ、それ以外はですね、まあ、序列一応第2位、第3位とか、まあ、書いてあるので、まあ、そこを見ていくと、第2位は集計局に次ぐのは主税局ですね。税務署の元締めということで、まあ、その気になったらですね、まあ、財務省に、を批判するような、ね、政治家に、税務署の職員をよこして税務調査したりとかいうことをするのかどうのかのはね、わかんないですけど、まあ、その気になれば、まあ、やれる力は、まあ、あるのかもしれません。はい。まあ、やるとはまあ書いて、まあ、私の口からは申し上げることはできません。はい。で、序列第3位が理財局ですね。国有財産であったり、財政投融資を管理、まあ、あと、タバコ税とかもまあ関係あるのかな。はい。まあ、そうですね。まあ、タバコですね。JT か。はい、JT。JT や NTT の筆頭株主になるのかと思います。はい。まあ、今回、森友学園についてもですね、理財局と、まあ、交渉することになろうかと思います。で、序列の第4位が国際局で、序列の第5位が関税局ということになります。で、まあ、そうですね、一応、まあ、この財務省幹部名簿で、メジャーなところだけもう一度押さえておこうと思います。大臣が麻生太郎さんで、副大臣2人ですね、遠山清彦さんと藤川雅人さん。で、大臣政務官が井上貴博さんと宮島喜文さん。まあ、以上が国会議員に
と思います。で、次にですね、事務次官で、岡本茂明さん、官僚のトップでした。で、あと、まあ、大臣官房に関しては茶谷英治さんで、まあ、あとは5つの局の序列通りに行きますと、主計局ですね、序列第1位の主計局については太田充さんで、第2位の主税局が、まあ、矢野浩二さんで、第3位が、理財局ですね、局長が加部哲夫さんで、4位が、確か国際局かな、はい、国際局で、国際局長が岡村健二さん、5位の関税局長が中江元也さんに、なります。でですね、財務省人事というのは、まあ、正直ですね、私も国会議員になるまでは、そこまでね、というかほとんどもう気にしていなかったんですけど、まあ、やっぱり、ね、国会議員になって、しかも財政金融委員会、所属ですし、まあ、あと、ね、森友学園、購入で理財局と、まあ、話し合わなければいけないということで、まあ、興味を、ね、持ち出してですね、まあ、先ほど紹介したこの2時間でわかる政治経済のルールを、まあの著者である倉山充さんが書いた、まあ、別の本にですね、財務省に関する、まあ、本があってですね、財務省の金言大使と、まあ、いう書籍もあって、まあ、最近ですね、その本を、まあ、読み終わったところで、まあ、非常に面白かったですね。まあまあ、それはさておきですね、まあ、財務省人事に関しては、まあ、最近本当に、興味を持ち出したというところで、まあ、今後勉強していくことに、まあ、なると思います。はい、まあ、今もちろんね、本読んだり、本読んで勉強中でもあるんですけど、まあ、YouTube でも結構ね、もちろんブログなどでもまああるんですけど、この特にチャンネルクララでですね、なんていうのかな、情報が結構充実しててですね、このチャンネルクララね、チャンネル登録者数17.3万人ですね。で、そこで財務省人事という言葉で検索をかけるとたくさん出てきます。はい、まあ、たくさん出てきて、財務省ダービーみたいなね、人事ね、誰がどの序列につくかっていうのが、まあ、結構予想してるみたいで、まあ、ここもね、今後一つずつ、まあ、少しずつ見ていこうと思います。はい、まあまあ、いくつかですね、まあ、ちょっと見てみたところですね、先ほど紹介した事務次官岡本茂明さんがですね、そのなんていうのかな、あだ名というかニックネームが茂林というし、あ、まあ、ニックネームがあるようでですね、あとなんだっけ、あとですね、主税局の矢野浩二さん、まあ、どうやら非常にこの主税局の矢野浩、主税局長の矢野浩二さん、増税、バリバリの増税派らしいんですけど、まあ、矢野浩二さんにも愛称がありまして、ベリアーノという、相性があってですね、まあ、ちょっとな、まあ、シゲーリンとかね、ベリアーノとか、ちょっと由来が、まあ、はっきりしないんですね。まあ、シゲーリンに関しては、まあ、スターリンとかね、レーニンとか、そういうところで、まあ、共産党みたいなところを、まあ、イメージして、まあ、共産党を、
のトップみたいなですね、まあ、共産党みたいに、まあ、バリバリの、なんつうのかな、非常に統率が取れているという意味なのか、まあ、体育会系なのか、とか、まあ、いろいろと、まあ、想像をさせられるところなんですけど、まあ、とにかくね、シゲーリンであったりベリヤーノという愛称というか、まあ、そういうのもまああって、まあ、そういうのも、まあ、非常に興味深いところであります。まあ、とにかく、まあ、私もですね、なかなかそういうところに目がいかなかったんですけど、まあ、今後はこういうのを、ね、チェックしていって、まあ、適度に、ね、財務省の方々とですね、まあ、議論というのか、まあ、喧嘩というとちょっとね、語弊が、まあ、ありますけれど、なんていうのかな、まあ、変に、やり返されるとちょっと非常に怖い、恐怖感も、まあ、あるんですけど、まあ、かといってある程度ね、仕事はしていかないとというところも、まあ、あるので、まあ、いろいろとね、喧嘩するわけでもなく、まあ、仲良くね、できればいいとは思うんですけど、まあ、とにかくうまいことやっていこうと思います。はい、というわけで、まあ、ちょっとまとまりがないお話になっちゃいましたけど、この辺で、終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もう一度このページを、まあ、戻しておきましょうか。はい、というわけでそろそろ終わろうと思います。森友学園を購入して NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。